今日はですね、え、岩政新監督就任の正式発表がありました。はい。えー、まあ、昨日ね、えー、まさか、レネヴァイラ監督がこのタイミングで契約解除ということになり、まあ当然ね、えー、時間もないですから、まあ一番早い対応としては、岩政コーチを監督に、え、昇格させるということが、まあ一番 ま、手っ取り早いですから、ま、このぐらいね、もう誰もが予想してたことだと思うんですけれども、うん、ま、今シーズンもね、え、レネバイラ監督が合流する前は、あ、山正コーチが、指揮をとって戦っていましたし、あの、ま、ものすごくね、ま、サッカーに対する、え、ま、知識、ま、知識、え、ま、サッカーの IQ がね、ま、非常に高い方ですから、今の状況をね、ま、コーチという立場から見てきていて、 まあ、どこがどうっていうところね、思うところもあると思うんで、まあ、これはね、岩正新監督の、まあ、修正力に期待したいですし、まあ、チームもね、岩正新監督のもと、もう一回団結してね、次のアビスパ戦、まあ、ウィジンになりますけれども、まあ、絶対に勝利しなきゃいけないと思いますから、もう一回、えー、心一つにね、戦ってほしいなというふうに思います。で、皆さんがね、あの、言ってる通り、 あの今までね、えー、こういうケースがここ数年多くて、で、まあ、公認になったコーチがね、まあ、OB の選手たちですから、まあ、彼らがこれで監督に就任すると、おなんだけども、まあ、シーズンで、まあ、結果が振るわなければ、えー、今シーズンいっぱいで、えー、切られるっていうようなことがね、まあ、続いてます。えー、なので、<laughs> まあ、いさ、新監督に関しては、まあ、鹿島としても、 今シーズンの結果もちろん大事ですけれども、やはり長い目でね、見ていく必要はあると思いますし、岩正新監督がやりたいサッカー、求めるサッカーをね、時間をかけて作っていってほしいなと思いますから、まずは、えー、今シーズン、まあ、残りわずかですけれども、まあしっかりね、まあ、リーグ戦も最後まで諦めることなく、 えー、上位を目指してほしいですし、えー、何より天皇杯、えー、タイトルがね、えー、一番、まあ、近いものになりますから、まあ、天皇杯を必ず取るというところでも、あの、まあ、ね、山田さん、新監督も、えー、監督歴、まあ、プロの監督歴はこれが初になりますから、あの、もちろん経験というところはね、まだまだこれから積んでいく部分だとは思うんですけれども、まあその中でやっぱタイトル、えー、今のこのチーム状況で取らなきゃいけないっていうところはね、非常にこう、重荷になるとは思うんですが、 まあ、ただね、えー、今まで監督が変わって、えー、最初いいスタート切れることが多いですから、あの、なんとかね、天皇杯を取ってほしいですし、まあ、リーグ戦もとにかく上位に食い込むためにも、えー、もうこれ以上負けることはできないですから、な、え、ん、ー、とかこれをね、選手たちももう一回新たに気持ちをリセットしてね、えー、まあ競争もこれでまた始まると思います。今までね、重宝されてた選手だけではなくて、山沢新監督の えー、視点からあ、起用される選手も出てくると思いますし、まあ、戦い方を大きく変えるってことはないかもしれないですけど、あの、基本的には、あー山正新監督が、今この段階でできる、対処をしてくれると思いますから、まあ、とにかくね、えー、アビスパ戦、どんな試合内容になるかわからないですけれども、えー、僕は現地に行ってね、新しいアンドラズのね、えー、誕生をしっかりと見届けたいなと思いますし、まあ、ここからね、えー、鹿島がもう一回浮上していくために、 岩朝新監督のもとをしっかりと応援していきたいなというふうに思います。えー、まあ今日はね、このところで動画を終えたいと思います。